18E のデニムジャンパースカートです。はい、お色はこちらブルー1色のみで、お値段が税込み5990円でございます、うん、はい、ではではイーちゃんにたっぷり語っていただきましょう。はい、お願いします。これはですね、スカートタイプなんですが、前にスリットが入っているので、こう足さばきがすごくいいなと私は思いました、うん、でスリットが入っているので、まあ、抜け感もね、やっぱコーデに抜け感も出ますし、はい、でこれ嬉しいことにポケットも深めのポケットがついています。そうなんですね。で、なんでしょう、ジャンスカとかそれこそサロペットとかって結構ここの部分が太いものが多いので、グッとカジュアルになりがちなんですが、これは、うん、紐がここがね細いんですよ。ちょっとで後ろでねバッテンしてここでギュッて止めてもらうタイプなんですけど、細いとなんか全体的に華奢に見えるので、女の子らしさが出るジャンスカかなと思います。で、最初キム言ってたんですけど、ここで長さ変えれるので紐のをね、私今これぐらいです。多分もっと下げることも実際できますし、はい、低身長さんだったらもっとこうググッと上げることも、うんうん、ここでね紐で調節していただきます。そうなんです。そう、ここギュッてなんかしまったらちょっと上がるんですけど、上げると丈が上がるので、そうなので、ここで低身長さんも調節していただいて、自分のいい長さ、うん、でここもいい高さにしてもらって着るのがおすすめでございます。なのでこれもまた身長問わず着ていただけるジャンスカかなと思うので、すごくおすすめです。そう、低身長ね余裕でいけます、うん、いけます、はい、150センチでもね着れると思いますよこれ、うん、全然大丈夫だと思う。はい、調節できるので、はい、はい、っていう感じです。ありがとうございます。はい、はい、あ、若さん足さばきはどうですか。めっちゃいいですよ。ほら、あの限界ここですけど、ただ縦はねめっちゃ効きますね一歩が大きく踏み出せると思います。はい、はい、いけると思いますよ、うんうん。けいこさん、一番長くしたらいいチャンネルどのくらいになりますか。あ、やってみますか。あ、いいですか。ちょっと上げてみましょう。ちょっとゆっくりいきますね。あ、そう、めっちゃ長く、こんな感じ。ストンと押したらこの、いや、本当にちょっと押さえながらそう、いきますね。さっきはグッて縛ってたからね。そう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 、そう、まあ、腰位置ここなので、ここかな、うん、確かに、ね、変、なんか下すぎたらちょっとなんか胴足が短く見えそう、うん、でぐらいで、普通にはリボン結びしてるだけです。こんな感じに、よいしょ、どうでしょう。あ、いいんじゃん。あ、でも、あ、でも全然おかしくないですよ。いいですね、うん、ここがやっぱり下がるので、うん、まあ、もうちょい出せるともうこれぐらいかながいいかもしれない、うん、でも結構ギリギリまで下げたら、うん、私、足首ちょっと見えるぐらいまで、お、結構下がりましたね。え、めっちゃいいね、これ、うんうんうん、これぐらいになります。自由自在でございますね、はい、のきちゃんもね、着たら飲みたいってあったから、そうですね、私ちょっと下だけサッと着替えますね。 ありがとうございます。じゃあ、いーちゃんが戻ってきてくれたら私も着替えてみようと思いますよ、うん、少々お待ちください。あ、あやぱんさん、今日トップスも今日って。そうです、いーちゃんさっき着てたやつ、うん、今日の新作です。そうなんです、かわいいですよね、これね、うん、あ、なんだ、せっかくやからいーちゃん、もう一個の方の色着ます。あ、ほんまや、トップス、うん、そうだね、着よう着よう、せっかくなんで着てもらおうと思います。はい、私もね、ちょっと後で着てみますので少々お待ちください。そして戻ります。うん、で、あ、ビージャーさん、いい大人っぽくていいですってね、本当なんか子供っぽくならないジャンスカかなと思います、うん、でも意外とデニムって水しあんまなかったもん、デニムのジャンスカって。あ、確かにね、うんうんうん、私も後で着てみようと思います。ワクワクでございます。はい、あ、エグさん、腰張り気にならないですか。イーちゃんウエストはどんな感じですかって。ウエストはね、それこそさっき後ろで紐結んでたじゃないですか、うんうん、あれを結構ギュッと縛ると、後でモフちゃんの実際ですかすいません、見せながらの方が分かりやすいので、うん、確かに、うん、あ、として私も着ての時に実践してみようと思います、ね、はい、あ、チャミさん、紐細いからスッキリ見えるって、ほんまそうですね、うん、なんかカジュアルになりすぎないですね。ね、程よいよね、程よい、ほんと程よい、うん、多分普通にこういうロゴ T で着てもなんかそんなカジュアルになりすぎないと思うんで、私じゃあ T シャツで着てみようかなと思います。はい、うん、お、まゆめさん、いずしオリジナルトップ
っちゃ可愛い。あ、そっちで着ていいですか？それにしよう。そうですね。そっちにします。うん。絶対可愛いよ。私最初のやつ、最初のトップスをこのとても人気のキャミーワンピー。いや、そうなんです。はい。合わせて。私もこれ欲しいな。いいです、楽ですよね。めっちゃ楽、ここはストレスフリーで、うんうん、すごく楽。はい、ね、腰張り気にならないですかっていただいてたんですけど、私が結構腰張りのタイプで、最初私さっき着てたので、私全然こうピタッてなったりとかも全然しなかったので大丈夫だと思いますよ。はい入る場所間違った間違ったあ、いいちゃんのワンピ持ってるからその合わせ着たいって、はるさんぜひぜひ、相性めっちゃいいです。このレースがさりげないので、うんうん、ここのね、チェックからシアのチェックがすごくね、主張する感じがするので、多分黒と合わせてるから余計かもしれないんですけど、あ、確かに、うん、なじむ系じゃないからそれもすごい可愛いと思います。思います。あ、かわいい。え、いいですね。いい。今長さはさっきイーちゃんが長いな、なんか長いなと思った、ね、そう、だからちょっと短くチェックする。そうですね、やりますね、はい、ここほどいてもらって、でね、さっきウエストどうですかだったじゃないですか、うん、これ実際何もしなかったこんぐらい履くんですよ。そうそうそう、こんぐらい結構ゆとりがね。もう一人は無理か。うん、もう一人はちょっときついです。ウエスト位置どこ、もふちゃん、どこがいい？あ、でもこの辺ですかね、私の前の位置は。あ、これか、これぐらい。そうですね、これぐらいが。そう、決めてもらって、でここもこんだけ空いてるんですけれども、うん、それをここでね、ギュギュッと縛ってもらったら、ここの分がキュッてなるから、そう、ウエストもそんなカパカパしない、うんうんうん、ので、そのままグッて絞ってもらったら、よし。で、デニムだからほどけにくいと思います。いや、そうですね、そう、うん、ほら、そしたらこれがね、これぐらいの空き具合にしておきます。はい、これぐらいになるので、うん、さっきもうすごい空いてたと思うんですけど、うんうん、なんでウエストもここでピタッとなるし、うんうん、全然大丈夫だと思います。思います。はい、はい、こんな感じですね、うん、あ、やっぱこの長さがしっくりきます ね、 ね、もしてはそれぐらいのがいい、ね、ですね、うん、でもやっぱり自分の長さ調節できるんで、本当、うん、お身長は関係ないと思いますね、これは、うん、あ、リンクいけそうって言われてる。デニムなので ね、 ね、この中期さんぐらいまでともしかしたらいけるかもなんですけど、そうですね、ちょっとパツってするしてくると思います。そうですね、うん、多分苦しいかもしれない、はい、うん、ですです、うん、はい、あ、ピタさん、ピタさんありがとうございます。今、うん、私たちがつけてるやつは日曜日に再販予定ですので。そうです、今もありがとうございます。はい、8930です。うん、ありがとうございます。うん、あ、そうなんです、 MR 計算、ウエスト持ってる余裕あるって。そう、めっちゃありますよ、うん、調節でそれこそ後ろで効くので、うん、はい、かなり幅は、いや、本当に全然大丈夫です。上下もね、うん、そう、本当にいけますよ、うんうんうん、いけると思います。あ、エルさん、確かにジャンスか形によって着膨れして見えるけど、それ華奢に見えるって、うん、ストンってなってますね、やっぱり。そうですね、うん、シルエットがそんなに振りますっていうわけではないので、うんうんうん、なんか程よくストンと落ちる、落ち感のあるデザインなので、うん、はい、なので、ね、張り感もね、しかもデニムにすごい張り感があるタイプじゃないんですよね、これね、うん、ちょっと柔らかいデニムだからかな、うん、うんうん、と思います。後ろポケットありますよ、乗せてた。そうです、はい、あります、うん、はい、あ、レイコさん、ジャンスカ座ったらスリット気になるかな。あ、食べましょうか。どうぞどうも、ありがとうございます。あ、まあ、まあ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 、皆さん上品にしてもらった方がいいかな。、うん、お上品に行きましょう、ジャンスカの日は。そうですね、足開かなければ大丈夫、ね、そうですね、そうですね、足開かなければ大丈夫かな、うん、私もよく足開くので気をつけます。確かに、どうしてますか。そう、足マジでなんかもう意味わからんぐらい開いてるんで、よく皆さん気をつけます。女の子で行きましょう、ね、はい、です、はい、あ、さとこさん、ジャンス可愛いのそれだけかなって。そうです、そうですね、はい、これは一色の展開になります。展開です、はい、さっき多分お値段の質問があったと思うんですが、うん、こちらジャンス可はお値段税込み5,990円、はい、でございます、ね、はい、あ、じゃあちょっと